じゃあ行こうか。 この緊張感と高揚感、確かに悪くないね。 到着か。さてどうする？ なあ。 会心の敵だ。 感じるぞ。暴いてやる。
石と呼ばれるもの、なんだか不気味ですね。研ぎ澄ませ。マジか？おっしゃ、行こうぜ。どこか。正体を見せろ。暴いて。なんだこの部屋。今までも異様だったけど、ここはここで妙だね。ブラウン管とかレトロだな。おまけにビデオデッキ付き。
テレビでも見ろってか。そんな単純な。いや、あながち間違ってないかもしれんぞ。そこにビデオテープらしきものもある。どの道他に方法はなさそうだ。見てみるしかないんじゃない？もちろん罠の可能性もあるけどね。映像映んないね。中で変な音もするし、壊れちゃったのかな。叩いたら治りますかね。それだけはやめてくれ。何か出そうよ、注意して。ルミ、具合はどうだい？ごめん、今日は手ぶらなんだ。最近忙しくてバイト入れなくてさ。あ、そうだ、今度来る時には花でも買ってくるよ。高校の時に行った花畑、君好きだったろ。あ、それともお菓子の方がいいかな。甘いのとしょっぱいのどっちがいい？ルミはどっちも好きだよね。今日はね、君に報告もあるんだ。一つは僕の論文が完成したこと。もう一つは犯人が逮捕されたよ。もう大丈夫だ。もちろんまだ終わりじゃないけど、ちゃんと進んでる。僕の認知科学はね、人の心の風景を知るための学問なんだ。人はそれぞれ自分の認知によって世界をいろんな形で捉えていて、そのいわば認知世界に触れることができれば、その人が現実で見ている景色さえ変えることができてしまう。そんな話をまとめたのが僕の論文なんだよ。って前みたいによくわからないって言われちゃうかな。でも僕の論文をすごく高く評価して興味を持ってくれた人がいてね。このまま話が進めば出資も頼めるかもしれない。そしたら僕はいよいよ認知科学を扱う科学者になれるんだ。僕は研究を犯罪の抑止に役立てたいと思ってるよ。罪を犯してしまう人の多くはこの世界を歪んだ形で認知していることが多くてさ、その認知を変えることができれば罪を犯すのを未然に防ぐことができるんだ。そうすれば二度とあんなことは起きないはずだから。僕は君を救いたい。いや、君だけじゃない。僕はこの認知科学で世の中全てを救いたいんだ。そうすることでご家族にもきっと。タクト。僕だよルミ、大丈夫？話せるかい？タクト、家族。家族。大丈夫だから落ち着いて。返して、お母さん返してよ、お父さんを。だが惜しいか。また頭痛か。クソ、今誰か呼ぶから。おそらく発作的なものですね。何らかの言葉や刺激などがきっかけになり、事件の記憶が蘇ったんでしょう。言葉…ルミ…ごめんね。僕のせいだ。分かってたよ。いくら犯罪を減らしても、君の家族は帰ってこない。君に必要なのは、あの事件からの解放だ。僕は…どうしたら。止めよ、我よ。
なんなんだこれは。なくと終わらせて忘れたい。忘れさせる僕にそれができるなら。でもそうか、認知を。被害者の心が変われば辛い思い出もなくなる。我を求めよ。それができるならルミが、被害者だけが永久に苦しむ理不尽が消せるなら。求めよ。我は思考の造物主、汝の強き怒りに応え共に現在を背負おう。呼べ我よ。ああ、いいさ、どこの誰でもいい。力を貸してくれ。僕にルミを救わせてくれ。今のはルミ大丈夫か。誰。ルミ、僕だよ。あの、申し訳ないけどあなたを知らなくて。ルミ一体何を。私、手術を受けたんです。生まれつき体が良くなくて、幼い頃に両親を亡くして田舎の祖母たちと暮らしているので。幼い頃、まさかそんな。ルミ、僕だよ。わからないのかい。あの、ごめんなさい。あなたが何を言ってるのか。私、先日ようやく手術が終わったんです。なのでそろそろ退院で、祖母たちに早く元気な顔を見せてあげなきゃ。これは記憶が書き換わっている。まさかさっきの声が本当に。あの、大丈夫ですか。バカな、そんなことが。あ、いや、大丈夫だよ。そうなんだね。事件のことを忘れてる。それならルミは。ところであなたはどうして私の病室に。それと私の名前を。あ、僕はごめん、人違いだったんだ。人違い。そう、僕に同じ名前の恋人がいてさ。そうなんですか。なんだか嬉しいですね。どうやら病室を間違えちゃったみたいだ。本当にごめんね。あの、こんなこと言うのは変ですけど、よければまた。ありがとう。けどごめんね、これから忙しくなりそうでさ、もう会えないと思う。そうなんですか。恋人の方は。僕の恋人は死んだよ。だからもうここには来ない。あ、ごめんなさい。私、体早く良くなるといいね。きっと周りの人もそれを望んでるから。今のマルキ先生だよね。ああ、おそらくな。普通に考えれば今のはマルキの過去の記憶っ
ってことになるね。さっきの女の人の感じ、私の時と同じでした。認知の書き換え。映像の中の口ぶりから言って、自分の能力に初めて目覚めた時のものって感じかな。先生は私たちにこれを見て欲しかったんでしょうか。いや、そうとも限らない。無意識にしまい込んでた古い記憶って線も考えられる。けどこれが事実なら、本人にとって重要な記憶であることは間違いないね。良くも悪くも、先ほど見た映像の事件がマルキ氏の今を決めたようにも思えるな。だね。感じるぞ。使いこなせるか。正体を見せろ。おお、おや？んだよ。いいかい？
この雰囲気、セーフルームがある気がする。セーフルーム発見。書くか。お、なるほどな。感じるぞ。宝箱。
いてやる。おそうだな。強そうなシャドウがいるわね。気を引き締めて。
正体を見せろ。新技か？やったな、おい。正体を見せろ。おお？さっさと次だ。さすが。さて片付いたか。やつの石がある。もらう。二つ目の石入手だな。この調子で全て奪うぞ。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。よし。どこか。
聞いてても腹が立つな。なんでここまで来てお前の研究が。出資者にも教授にも直談判したけど、まともに取り合ってくれなかったよ。認知科学は研究内容の実証性不足のため、出資はおろか研究自体も打ち切り、これはすでに決定事項だってさ。なんで今さらなんだ。論文を見てもらった時はあんなに前向きだったじゃないか。お台場にできる予定だった研究所、あれもなくなったんだろう。ああ、くそ。何が実証性だ。研究なんてやってみるまでわからないものじゃないか。犯罪者ではなく被害者の認知を変え、事件のトラウマを緩和する。僕の研究が成功すれば必ず多くの人を救える。やってみる価値はあるはずなんだ。なあ、打ち切りの理由、本当に実証性なのか。僕だっておかしいとは思う。今さらそんな理由で打ち切るのは明らかに変だ。でも仮に陰謀だったとして、僕に何ができる。証拠があるわけでもないし。そうか。それでこの先どうするんだ。スポンサーは降りちまったし、大学の研究室も許しちゃくれないだろう。大学は辞める。もうあそこに僕の居場所はないからね。就職して仕事をしながら、あの論文をもっと高めていくつもりだ。そしていつか認知世界の存在を実証する。そうすれば誰にも文句は言わせない。ルミ、必ずやり遂げるよ。君を失ってまで手に入れた力だ。苦しみから救うんだ。僕が何年かかったとしても絶対に。またマルキ先生の記憶だよね。多分さっき見た記憶よりも後のものよね。研究の打ち切り。さっきの彼女の事件以来、認知科学を生かして人を救う研究を進めていたけど、研究は中止。おまけに自分のキャリアも絶たれた。残ったのは研究を実証して人々を救いたいって執念だけ。映像をつなぎ合わせるとそんなとこかな。夢だったんですね、この場所で人を救う研究をすることが。情が生まれたなら戦うのやめとく。そういうわけにはいかないよ。だな、むしろ絶対勝たねえと。一度決めたことですもんね。何か。
待て。認知の影響が少ない。書くか。そうだな。そういえば、それで？
ちょっと。何か。よーし。
ほう。いいと思うぜ。なあ、そうね。おう。いいか？そうね。ふん。どうだ？いいか？でも。いいかい？はあ。なんだ？あ。
する？よし！さてと。研ぎ澄ませ。
ありがとうございます。さっさと始めようぜ。さてと。そうね。どうだ？あ。いやいや違うだろう。感じるぞ。
この力があれば。おい、ということは、さっさと始めようぜ。よーし。
そうだな。うん、確かに。どうだ？ああ。ちょっと。よし。お？おお。何か。マジで？ちょっと待てよ。なるほど。でも。
ここなら安心ね。つけておこう。わかったわ。ジョーカー、よし、何を悩んでるんだ。これでいいだろ。凍ってるぞ。動けない。いや、ダメだ。最高だ。
くも。どうだ。無駄なことを。力がベルトだ。これでどう。バイオレットのピンチだ。早く回復を。権限しやがれ。私が守る。僕が相手をしてやる。すべて話してやる。僕が。行きましょう。ジョーカシャドウを発見しました。かなり強そう。暴いてやる。宝箱があるようだよ。正体を見せろ。感じるぞ。研ぎ澄ませ。それ。これはちょっと強いっぽ。正体を見せろ。暴いてやる。
お？はあ。宝箱だね。罠ではなさそうだ。ここ？発見しました。暴いて。研ぎ澄ませ。正体を見せろ。ここでワイヤーを使ってみようか。ジョーカー。吉沢すみれさんだよね。カウンセラーのマルキです。まずは来てくれてありがとう。はい、よろしくお願いします。すみません、話すこと思いつかなくて。今日来たのも親の勧めなので。構わないよ。じゃあ時間まで雑談でもする？雑談？もちろん、言いたくないことは無理に言わなくていい。あ、お菓子もあるから遠慮しないでね。甘いのもしょっぱいのもあるから。はい、ありがとうございます。じゃあ、そうだな、例えば、昨日のお昼何食べた？なんてどう？僕はね、この前リンゴいっぱい友達からもらってさ、普通に食べるの飽きちゃって、いっそご飯のおかずにしようと思ったんだ。昨日のお昼もリンゴ料理に挑戦してみたけど、
どうにもうまくいかなくてね。どんなの作ったと思う？わかりません。実はエビチリにリンゴ入れてみたんだ。ほら、酢豚にパイナップルの感じでさ。それは合わなそうですね。けどリンゴもちゃんとおかずになりますよ。すりおろしたりすればソースにもなりますし、栄養バランスや消化にもいいから、私も料理に使ってます。吉沢さん、料理できるんだね。それに栄養バランスなんてしっかりしてるな。私、新体操やってるんです。食事もしっかり意識しなさいってコーチに言われてて。そっか、練習は大変？大変ですけど、苦ではありませんでした。でもうまくいかなくて、もう何がしたいかもわからないです。そうなんだね。体操は好き？どうなんでしょう。姉と約束してたんです、新体操で世界を取ろうって。でも姉は亡くなりました。車から私をかばって、私が霞の夢を奪ったんです。私じゃダメなんです。私じゃ前に進めない。ここにいるのが霞ならきっと夢を叶えられた。霞じゃなきゃダメだったんですよ。私が新体操を続けたって。何も、ごめんなさい。謝らなくていいよ。言えることは言った方がいいと思う。時々思うんです、私が霞だったらよかったって。現実が何も変わらないのに。現実か。吉沢さんの考えてることはおかしくなんかないよ。誰かになりたいって考えるのは悪いことじゃないと思うんだ。そうなんでしょうか。人間にはね、自分に暗示をかけてその通りに自分を変えていく力があるんだ。だから目標にする人をイメージできれば実際にそうなっていくってことになる。あの人ならこうするはずだとか、あの人ならこうはしないとか、そういう問いかけをすることでその人自身が変わっていくんだよ。お姉さんのことイメージできる？はい。お姉さんだったらこんな時にどうしてるだろう？泣きませんね。そんな暇があったら練習して。マルキ先生、私カズミになりたいです。わかった、きっとなれるよ、信じて。どうかな、楽になった？はい、とってもスッキリしました。先生ってすごいんですね。大したことないよ。でも僕のカウンセリング不思議と効くみたいなんだ。よし、なんていうか生まれ変わった気分です。そうか、ならよかったよ。また何かあったらいつでもおいで。雑談で構わないからさ。ありがとうございます。じゃあ次はさっきの話の続きでも。ん？どうかした？よく考えたら私料理あんまりうまくなくって、なんであんなこと言ったんだろう。妹は得意だったんですけどね。そうだね、君は吉沢かすみさんだから。はい、どうかしました？いや、いいんだ。役に立てたみたいでよかったよ。練習頑張ってね。はい、頑張ります。スミレの分まで。今のって？はい、私がマルキ先生のカウンセリングを受けた時のものです。かすみ、姉を亡くした直後ですね。ここから私はかすみとして生きていくことになったんです。認知の書き換え、曲解というものか。でもさ、気になってたんだけど、自分を霞だって思ってたのは本人だけなんだよね。
友達とか家族とか他の人はすぐ気づきそうだけど、それが他の人からも私はかすみって呼ばれてて、正しくは呼ばれてるって勘違いしてただけかも。すみれって呼ばれてるはずなのに自分はかすみって認知する。だから周りも本人もおかしいって思わねえのか。すげえな。これがマルキなりの救いってやつなんだろうね。ここに映像として記憶が残ってるのもバイオレットの幸せを思うゆえかもしれないな。実際あの時の私はカスミになることで救われました。けど同時にスミレであることからも逃げてしまった。マルキ先生にはとても感謝してますが、もう私は逃げたりしません。先に進みましょう。ここつけておこう。確かに。研ぎ澄ませ。何か。
うわ、ジョーカー、宝箱があるようだよ。もしかして。
よし。状態を見せろ。うん？思いついたかも。なるほど。お？
ぞ。ゾーカ、開けよう。あれ？ねえ。石があるみたいですね。頂戴しましょう。Huh.
感じるぞ。お？
うしますか？これでいいだろ。3つ目の石入手です。先生の欲望がこんな形になるなんて。
何か。
よっしゃ。認知の影響が少ない。その辺セーフルームない？セーフルームがありますね。やるか。で、今さらやってきて一体何だと言うんだ君は。それはかつてあなたが捨てた僕の論文をさらに研鑽したものです。そんなことは読めばわかる。今さらこれが何だというのだ。単に僕の意地ですよ。研究中止の理由とされた実証性の不足が今は解決したことを示したかったんです。そのようだな。その点は大したものだ。しかしこれはもう終わった話だ。いい加減に忘れたらどうなんだね。そういうわけにはいかないでしょう。認知科学はあまりにも世界に影響を与えすぎた。何が言いたい。世間を騒がす精神暴走事件や怪盗団による大人たちの急な心変わり、それら全てには認知科学が関わっていますよね。そしてそれを裏で手引きしたのは代議士指導正義です。怪盗団が改心させたことで彼も多くを自白したようですね。かつて指導は僕の認知科学研究に目をつけ、それを奪い取って自分の懐で研究を進めた。さらにその研究成果を使って精神暴走事件を起こし、それを政治利用した。そしてあなたもその一連に関わっている。違いますか。私をどうするつもりだ。どうもしませんよ。今日来たのは僕の意地のため。僕はこの論文で世界を変えてみせる。世界を？指導と違って金も権力もない君のような一個人に何ができる。僕の論文はここで終わらない。僕はたどり着いたんです。個人ではなく世界の認知を変える方法に、たとえ何年かかろうとも僕が必ず実証してみせる。わけのわからん講釈を。
帰りたまえ。二度と顔を見せるな。なんだこれは。うん、どうかしたのか。あなたには見えないんですか。空が突然。時は満ちた。この声は。ようやくこの日が来たか。我は人の心の世界に住まう。もう一人の汝。もう一人の僕。人の心の世界。まさかこの世界は。お前は知らんだろうが、我は以前からお前と共にあった。しかし我の存在する人の心の海とお前の現実は今まさに融合を迎えた。さあ、理不尽に虐げられし汝の理想、今こそ叶えよう。我は汝、汝は我。そういうことか。こんなことが。おい、さっきから何をブツブツ言っている。さっさと帰ってくれ。ええ、帰りますよ。大丈夫、これでようやく。シド。マルキ氏の研究を潰したのがあの男だったとはな。さっきから気になってたんだ。お母さんがしてた認知科学の研究とマルキ先生の研究、何か関係がないのかって。マルキを潰した後は自分の息のかかった駒に研究を進めさせた。もっとも研究をしてる本人たちは何も知らなかったんだろうけど、あの男の考えそうなことだよ。あの野郎。いや、今はあんなこと言ってる場合じゃねえか。資料のことと、もう一つ、映像の最後に映ってたのはおそらくマルキのペルソナだろう。空が赤くなってたってことは、私たちが統制の神と戦ったあの日ってことなのかな。ラヴェンツァ殿も言ってたが、あの時現実とメメントスは融合した。お前たちがそうだったように、ペルソナの完全な覚醒は異世界でないとできない。つまりマルキはあの時異世界に入ることでペルソナ能力に完全に覚醒したことになる。同時に大衆の認知、メメントスに干渉するチャンスも得たってことね。その後はラベンツァから聞いた通り。本当にいろんな偶然が重なった結果なんだね。何にせよこれで大体の事実が把握できた。本人にとっては見られたくない記憶だったかもしれないけどね。お、迷ってる暇ないよね。上に物理が効かない。力押しじゃ勝てないわよ。よし、
私の思いをベルトラ飛ばせアグネどうだでー君は何の恐ろしさを味わえ運が悪いねお肉まんの神言を信じろ僕が相手をしてやるペルソナここで終わるのか喰らいなさいどうだ無駄なことを力が人を壊してやるペルソナよし。な、ここは。まるで楽園だね。自分の研究が成就したら、世界がこうなるとでも言いたいのかな。行き止まり？お宝まだ見つけてないのに。いや、あのモヤモヤ。間違いない、あれがお宝だ。じゃあこれでルートも確保ってことね。し、あとは予告状を。あれ、そういや今回ってどうやって予告状出すんだ。確かに、マルキ先生ずっとパレスの中なんだよね。怪盗団は決行日前日に予告状を出す。それはマルキも知ってるはずだ。今までのあの男の動きから見て、その日に何か仕掛けてくる可能性は高いんじゃないかな。特にジョーカーにね。確かにな。ならば予告状はジョーカーに渡しておこう。仕掛けてきた時点で待ち伏せして叩きのめすのもありだと思うけど。なことできっかよ。目的は現実を元に戻すことで、マルキ先生を倒すことじゃないわ。冗談だよ。それにパレスから出たとはいえ、外もマルキの作った現実だ。下手を打てば逆にペルソナを使えない僕たちがやられかねないからね。君たちの言う通り、正々堂々マルキを改心させた方が確実だよ。改心？マルキ先生のお宝盗んだら元の現実に戻るんだよね。確実とは言えないが、おそらくな。うん、もちろん。ここまで来たんだもん、今さら迷ってられないよね。俺らは俺らの筋通さねえとな。マルキ先生の言った期限、2月3日だったわよね。ああ、今までにない相手だ。戦いに備えて可能な限り力をつけておこうぜ。どうしますか。書くか。お待ちしておりました。前者ですね。登録するのですね。前者に登録するのですか。警報中です。少しきつく行きましょう。
もう少し上を目指しませんか。もう少し、もう少し上を目指します。もう少し上を目指しませんか。もう少し上を目指しませんか。変化を覚悟、心してお選びください。この程度で予定をするスキルをお選びください。まとめて合体ですね。この程度でよろしいのですか。継承するスキルをお選びください。よし。よし。はい。よし。書くか。